このようにちょっと雨が降って横から風が吹いても火が消えづらいということで、これを愛用しています。反れない、軽量なまな板をちょっと今開発中です。で、畳むときはこんな風にでも汚れませんよっていう。このチャンネルは登山が趣味の私柳原が登山道具や登山で役立つ Tips を紹介してステップアップできるチャンネルです。そして山旅というメーカーは山旅日常をボーダレスに使うことができる汎用性の高さを重要視し、軽量で使いやすいどこにもない特徴を備えたかゆいところに手が届く山道具メーカーです。概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ山です。こんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。今日は目の前にいる僕の仲のいい山友達というか飲み友達と一緒に登山に来ております。今ここは大連小屋、八ヶ岳の大連小屋に来ております。今日は目の前にいる僕の友達がテント泊登山初めてということで、まあ大連小屋で宴会するのがいいんじゃないかなと思って来たんですが、あいにくの雨になってしまいまして、まあもう宴会しようかということで宴会をスタートしたいなというふうに思います。で、今日皆さんに紹介したいのは、僕はいつも軽量な登山のためにかなり軽量な道具を持ち歩くことが多いんですけれども、今回は飲み会道具、山で食事を楽しむための道具を紹介したいと思います。まずはじめにこちらイージーワイドオープンスタッフサックの M サイズと S サイズを持ってきているんですが、この中にいろいろ牡蠣類、あとは食材類、そしてクッカーという感じで持ってきております。まずはじめに牡蠣類、どんなものが入っているのかというのを簡単に紹介をしていきます。まずガストーブは今回みんなでたくさん食事を楽しもうと思って、まあ、このような大きなクッカーを見ていただくとわかると思うんですが、これで炊飯、そしてお味噌汁、あとはフライパンもありますので、炒め物をしてお酒のおつまみを作ろうとしております。お楽しみください。はい、なので、ガス缶ちょっと大きめのものを持ってきてます。で、ガスストーブは僕は、大好きな外のウィンドマスターという、ガスストーブを使っています。で、このガスストーブは、このようにちょっと雨が降って横から風が吹いても火が消えづらい、そして火力が落ちづらいということで、これを愛用しています。で、このガスストーブにはこのように五徳を取り外すことができて、で、今回持ってきてるのは、大きな、五徳を持ってきてます。もっとちっちゃな五徳もあるんですけれども、今日は食事を楽しむということで大きな五徳を持ってきてます。まあ、これをこんな感じでセットします。で、本当は外のガスストーブには外のガス缶というのが本来正しい使い方だと思いますので、そのようにご使用いただけるとよりいいと思います。僕ちょっと気にせずこんな風に別のガスストーブを使ってしまっているんですが、こんな感じでセットします。お皿はウィルドのフォルダカップのビッグサイズ、これはイメージで言うと、まあ、お味噌汁を作ろうと思ってるんでスープ、あとはおつまみ、もしかしたら丼物にするときここにご飯を乗っけて上にお肉を乗っけてみたいな感じで食べようかなと思ってます。そして今日は、まあ、今友達とビールで乾杯をしたんですけれども、ワインを楽しもうということで、ワインを持ってきています。まあ、ワインは僕はこのように持ってきているんですが、目の前で撮影している友達のゆきちゃんはワインをボトルで持ってくるという非常に女性なんだけど男らしいことをしていまして、いや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 、ボトルだと思うよっていうことで、急遽コンビニで天然水1リットルを買ってワインを入れ替えたという非常にユニークなことが起きてますが、白ワイン、赤ワイン、ちょっとこれ飲みすぎなんじゃないかなと思うんですけれども、まあいっぱい飲んで今日は潰れちゃおうかなというふうに思ってます。スープを飲むために使うのはスノーピークの野猿つぐというものです。これはよく僕は好きで使うんですけれども、まあスープをこういうふうによそって使う。で、畳むときはこんなふうにでも汚れませんよっていう。便利いいねー、すごい便利ですね。そうなんです。まあガスストーブはこのように標高が高くなると電子式のものはこうつかないんですよね。なので、まあ、こういったライターを持ってきてポッとつけると、まあ、火がつくて、まあ、火がつかないと嫌なので、ライターはこのように防水ケースに入れる、またこうやってちっちゃなものを持ってくるようにしてくださいね、というものでございます。はい、で、明日はみんなでコーヒーを飲もうかなと思ってコーヒーは持ってきてます。今日5人いるんで、僕含めて5人なんで一応5個持ってきてます。はい、5個。はい、で、まあ、夜にしか使わないヘッドライトも僕はこの中に一緒に入れちゃってます。はい、最近手に入れたペツルのアクティックコアというヘッドライトです。とてもいいものなんですけど、これはまた別で YouTube の動画で紹介してますので合わせてご覧ください。続いて食材です。食材はいろいろあるんですが、僕が持ってきたものはインゲンです。
なんか野菜を炒めるととても山では美味しいという、そんなことをみんなに伝えたいと思ってインゲンを持ってきました。あとナスを持ってくることもあるんですけど、まあ、今日はインゲン、インゲンスタイルで。あとはパンチェッタ、はい、パンチェッタは今日、八ヶ岳周辺でこの山に登る前にちょっとキノコ狩りを楽しんできて、キノコを取ってきてますんで、キノコと一緒に炒めるといいかなと思ってます。ちなみにキノコは、まあ、こんな感じです。これは花井口という種類のキノコです。近くの友人の里山で採取して一緒に楽しんできて今日持ってきてます。こんな感じのキノコをパンチェッタと一緒に炒めて食べようと思ってます。あとは明日コーヒーとか、あとお湯を沸かしてなんかお酒も飲むかもなというふうに思って、これはまあ使うかどうか分かんないんですけど、軽量なこういったチタンのカップも持ってきてます。そしてまあ今日は本当は晴れていれば天場でみんなで食事をしようと思ったので、こういった山旅のマルチテーブルを使おうと思ったんですが、この場所にすでにテーブルがありますんで特にいいかなと思うんですが、これまな板の台にすると結構使いやすいので、まな板、これヒノキ材のまな板で、これも今ちょっと僕いろいろテストしていてちょっと反れちゃったりしてるんで、反れない軽量なまな板をちょっと今開発中です。これちょっとテストで使ってるんですが、すごい軽くて 30g ぐらい、そして木だから食材が滑らないという良さがあります。この上で包丁でこう切ってという感じで食事をしていきます。で最後にクッカです。で一応友達はこんなシーザーサラダのセットだったりとか、あとはこういった神山鶏特別飼育鶏を持ってきてくれたりとか、マッシュポテトの粉、いいね、さすが山下の登山ライフのショーンくんが持ってきてくれてます。はいはいはい、はい、一緒にご飯を食べます。はい、という感じでなかなか面白いもの。あとはあ、ショーン君いいよ、こちら旨味とろける牛すじ煮込みこってり味噌、いや、この営業やってるわけじゃない話もんではないです、はい、という感じで、まあ、みんなでご飯を楽しもうというスタイルで、はい、まあ、持ってきたクッカーはこんなでっかいものなんですが、これは僕が、まあ、渓流をして釣りを楽しむんですけれども、その時に持っていく焚き火缶の大と中、まあ、一番大きいものと真ん中のものを持ってきています。これをフライパンは直径が22センチぐらいのアルミのフライパンで、このようにちょっと側面がザラザラしているので滑りづらいというエスビットのフライパンです。アルミフライパンです。好んでちょっとこういった高さがあるので炒めても落っことしづらいし、炒めやすい、焦げづらい、そんなテフロン加工もされているフライパンです。でこれがまあこのように焚き火缶といい感じでスタッキングできるんで、このフライパンを愛用しています。焚き火缶は台、まあ、こんな感じで真っ黒になっているのは、約7、8年間これで炊飯をしてきた証という感じで真っ黒なんですけど、この中に台の中に中、そして、中に生姜入ってないですけども、賞を入れることもできるというもので、今回、まあ、僕はこういったみんなでご飯を楽しむときはとにかく調味料多めが絶対楽しいということで、調味料多めに持ってきてます。これはあの山旅の EC サイトでもあのボトルセットという形で売っている、中にこれは米油を入れてます。ブイヨンです、醤油、あとは、だし、ちょっと塩味が入ってるだし、これは今日炊き込みご飯をしようと思っているので炊き込みご飯用に使おうかなと思ってます。で味噌汁用の、まあ、味噌玉、炊き込みご飯にかけるごま、お塩、天然塩、そしてお米、米はちょっといいお米を持ってきて、炊き込みご飯に合うお米を持ってきてます。でこのピンク色のビニールは後からゴミ箱にもできるように、ワンちゃんのうんち入れるためのビニールで、あの匂いがしづらいので、まあ、この中にきっと汚れてあの匂いが出てしまうようなものを全部この中に入れるという感じで持ってきます。こんな風に楽しんでるというのをちょっとまた最後まで動画を見ながらお楽しみいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけた方はぜひともグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。